大阪の代表的な観光スポット、国内最大級の水族館海遊館、その中のサンゴ礁の海を再現したグレートバリアリーフ水槽がリニューアル工事により一時閉鎖。水と魚が抜かれ、残されたのは空になったサンゴ礁のみの水槽。そこで海遊館は機械損失である空の水槽の再価値化を目指した。水槽をショーウィンドウに。海洋プラスチックごみをリサイクルしたサステナブルなファッションブランドと協業。ファッションを身にまとった8体のマネキンを高さ15メートルからクレーンで1体ずつ搬入した。機械損失であった空の水槽がサステナブルなファッションが並ぶショーウィンドウに姿を変えた。各ブランドを紹介する媒体に QR コードからその場で購入できる売り場としても機能させた。この海洋保全への取り組みは多くの人々の関心を集めた。全体的にも全て海に優しいをコンセプトに何か一つの空間を作り上げようと。現場の生中継や全国ネットのクイズ番組など多くのメディアに紹介された。テレビ13件、新聞5件、ウェブ300件以上、広告換算 1.3 億円以上の波及効果に。 SNS でも取り組みに対しポジティブな声が多く投稿された。また各ブランドの EC サイトは閲覧が 1.2 倍から最大5倍に伸長した。これからも美しい海を守るために。